これクリスマスプレゼント、開けてみてくれ。どうだ、買ってよかった。私も一応用意してきたんだけど、プレゼント。まさかこれ手編みのマフラーか。もらっても迷惑なだけだよな。さっさと巻いてんじゃねえ。順坊、貴様どういうつもりだ。挑戦はいつでも受けてやるって言ったじゃないですか。まあいいだろう。大丈夫かお前、ボロッボロじゃねえか。トモ、ジュンは私と付き合いたいんだろ。私もジュンと付き合いたい。でそれを邪魔してんのは親父一人だけだ。もう一戦お願いします。懲りないやつだ。俺はトモとは違う。赤の他人のために体を張ったりはできねえ。いっけー。俺が体張れんのはせいぜい好きな女のためくらいだ。の勝ちだ、純一郎。一瞬指先だけだが、わしは地に手をついた。やったー、勝った、勝ったぞー。勝ったな、親父に。ってことはさ、もういいんだよな。好きだ、トモ。俺と付き合ってくれ。わあ。お前本当に私のこと好きなのか。ああ好きだ。本当に。本当か。本当だ。だけどそれはつまり私とお前は今日親友じゃなくなるかもしれねえ。親友じゃなくなる。なんでだ。お前は私と付き合いたくねえってことか。そんなことはねえ。じゃあもう親友じゃいられねえだろうが。親友もやめたくねえ。お前は一体私とどうなりたいんだ。よーい、あ、ドン。ちょ待て、こらこういうことだよ。俺は友とこういう関係でいたいんだ。お前は俺にとって幼馴染で親友でライバルで、そんで好きな女だ。親友でライバルで恋人って、なんじゃそりゃ。私もジュンが好きだ。うわー、ジュン、おい、よし、うわー、なんだ。今日はこれを見るぞ。本気で言ってるのか。キスくらいでうろたえてんじゃねえよ。待ってくれ、ハルコ。キスシーンの時にあの男の手にあなたの手を重ねなさい。許して、ケイタ君。ダメよ、こんなところで。俺も我慢できない。ミスズのやつ、一人でこんなの見に来てたのか。キスどころじゃねえじゃねえか。めちゃくちゃ真剣に見てる。ジュン、おい、こっち見ろよ。トモ、今日のお前可愛いつごキレつご、ふう、なんか特別な感じですげえいいと思う。お、ほう、この野郎。なあ、隣座ってもいいか。今日私はここにキスをしに来た。どうも。来るのか、あれがグーで来るのか。
スしたいとか、お前に触れたいという欲求は常にある。おやすさんとあけみさんに挨拶しに行ったんだけど、おやすさんは友と付き合いたければわしを倒してみせろ。おやじどら友、おやじを倒さねえと私と付き合えねえってなんだ。うむ大嫌いだ。大嫌い。ほら、私に喧嘩売ったバカはどこのどいつだ。うわあ、ジュン騙したの。トモ、俺を殴ってくれ。な、お前を殴る理由なんて私には。桜並木の下でお前は俺のことが好きだと言った。友達としてって意味じゃなかったんだろう。お前は私の告白に気づいてたのか。ああ、私がお前のために女らしくなろうって努力してるのも知ってて無視してたってことかよ。すまん、それは気づかなかった。お前の気持ちはもう変わっちまったのかもしれねえけど、それでも俺は好きだ。うるせえ。